えーとそれでは「音で楽しくスポーツを上達させるためのソフトウェア」と題しまして早稲田大学の板ずりが発表させていただきます、えー、とまずはじめに自己紹介させていただきます、えー、と私は板刷高博と申します現在は早稲田大学の先進理工学研究科物理学及び応用物理学専攻に所属している修士1年生ですもともとは物理学を専攻していて、えー、と現在の研究室に所属してからプログラミングを始めたのでプログラミング歴は2年です でまた中学校から現在まで12年間ぐらいえとバレーボールを続けておりえこの経験が今回スポーツに関するプロジェクトを行うきっかけとなりました、まあ、早速ですが今回私が開発したものを簡単に説明させていただきます私が開発したものは音でスポーツを上達させるアプリリズモです皆さんにもスポーツを練習していて見ただけじゃ真似できないタイミングがよくわからないという経験はないでしょうか リズムの大きな要素の一つは体にスマートフォンを固定して動くことでその動きを音に変換する過剰化,化とは本来音の要素を持たないデータを音に変換することを言います。こちらは僕のスパイクステップの動画です。 こちらのような運動が過聴化されると次のような音が生成されますまたリズモにはもう一つの機能が備わっていますそれは目標の音楽に合った楽曲をあなたのスマートフォンに入っている楽曲から推薦する楽曲推薦機能です先ほどの運動に対して例えばこちらのような音楽が推薦されます リズモはこのような推薦された楽曲に対して自分の歌調歌音を合わせるようなセッションする形で練習をしていきます現在の練習方法で伸び悩んでいる方リズモを使って音を聞きながらスポーツを上達させませんかリズモは現在リリース申請中で近日中にリリースされる予定ですそれでは次にもう少し具体的な話をしていこうと思います まず運動というのは物理的に空間と時間というもので記述されますスポーツの領域ではそれぞれフォームであるとかリズムタイミングと言われていますこれらはどちらもスポーツの上達には必要不可欠ですフォームを指導する際には腰を落とせですとか脇を締めろと言って練習者の体を実際に触りながらフォームを直すことで定量的な指導が行われています一方で タイミングの指導ではもっとためを作れだとか123のリズムでといったように非常に感覚的なな指導がなされています、まあ、このような背景からこれまでフォームを指導するさまざまなアプリが提案されてきた一方でリズムやタイミングの指導に特化したアプリというものは僕が調べる限りでは存在していませんでしたまたこのようなフォームやリズムを習得する練習は試合における直接的な勝利に結びついていないので基礎練習と呼ばれています 基礎練習は上達には必要不可欠な要素である一方で繰り返し行うことが重要であるためにその内容が地味であるがゆえに思いのつきお前のほかきついことやモチベーションを維持するというのがまあ困難です。次にこのような基礎練習の指導が必要となる時期について説明します。こちらはクルト・マイネル氏が提唱したスポーツ運動学における運動の学習位相です。 運動を学習する際にはまず初めに運動の全体を大ざっぱに獲得する素強調段階その大ざっぱに獲得した運動をより意識的に体の感覚を使い方を習得していく成強調段階その得られた運動をさらに自動化できるようにし安定化させる最強成強調段階に分かれていますこのうち素協調段階や政協調段階においてタイミングのような基礎的な練習をすることが必要であり このような段階に対応する人たちは中学生や高校生などの初級者や中級者でありこのような方々でも行える練習方法である必要があると私は考えますここまではまとめますと基礎練習におけるタイミング指導は非常に感覚的でありまたモチベーションを維持することが困難ですそしてこのような指導を必要としている人たちは中学生や高校生などの初級者や中級者の人たちです それではこのような問題点に対してどのようなアプローチをしたのか次に説明いたしますえ皆さんご存知かもしれませんが野球の名選手であり名監督である長嶋茂雄監督は球がこうスッとくるだろうそこをグーッと構えて腰をガッとするあとはバーッといってガーンと打つんだという指導されたそうですこのような指導方法は一般的には笑い話として捉えられがちですが僕はそうは思いません 長嶋監督は運動を言葉で表現しようとする際に無意識的に脳内で音とリイメージをリンクさせて考えていてその結果擬音語を使用して表現していると僕は考えましたこのような考察から今回運動を音に変換するという発想に至りましたまた音を使う理由は他にもあります 聴覚というのは視覚よりも感覚記憶が長いことや時間の分解能が高いことから運動のタイミング、時間的構造を習得するためには視覚よりも聴覚を利用する方が良いと思いましたまた視覚を利用する場合はカメラを設置する面倒さや画面に視線をとらわれた結果運動を妨げられてしまうということから聴覚を使うことによって解放されます次に、えー、音楽と運動についてです 皆さんも利用したことがある方もいらっしゃるかと思いますがランニングなどの周期的な運動に対してテンポのあった楽曲を推薦してくれるアプリケーションがま既に存在しており音楽を推薦した結果モチベーションが向上しましたであるとかペースを維持することができますといった効果が挙げられていますただし皆さんの実際に練習したい練習は必ずしも周期的ではないと私は思います また非周期的な運動に対しても私はリズムやタイミングというものが存在していると思っていますそこで本プロジェクトでは先ほどのデモでもご覧になったように非周期的な運動に対して楽曲の一部を提案しモチベーションを維持しながら運動のリズムやタイミングを練習していきますここまでをまたまとめます 中学生や高校生などの初級者や中級者を対象に運動のタイミングの習得を支援することを目的として今回は運動を音に変換する課長課と目標の非集的な運動に合った楽曲を推薦するアプリを作成しましたそれでは具体的にどのように主張するかを説明していきますまずはじめに準備としてスマートフォンを体に固定する必要があります 今回はスマホカバーにメインファスナー俗にマジックテープと呼ばれているやつをくっつけてそれと市販されている腰用のサポーターを利用しまして、まあ、こちらの画像のように体の重心である腰の部分に固定しましたえ準備が完了しましたら次に目標を設定します目標動作の計測では静止した状態から動作を行い再び静止するまで,の、えー、するまでを位置思考として計測を行います この目標を取得する手段としては二つ考えていて一つは自分の目標とする人に実際にやってもらうパターンともう一つは自分が納得いくまで繰り返して行っていただくパターンです目標を決めたら次に練習を行います練習では目標を聞くフェーズと自分が動くフェーズを交互に繰り返す形で行いますまずは目標を聞くフェーズでは音楽目標に合った楽曲と目標の運動の過聴化音が聞こえます まあ先ほどの聴いていただいた音ですね次に自分が動くフェーズでは目標に合った楽曲、まあ、先ほど流れていた楽曲が流れるのでそれに合わせて自分が動いいててリアルタイムに課長感をセッションしていきます、まあ、ここでは僕はまだ一切動いてないので音は鳴ってないんですけどもこの音楽に合わせて先ほどの音に近づくようにセッションする形で練習していくということです。 最後にテストモードでは目標の運動を計測する時と同じ要領で計測を行いその計測した結果に対して動きの点数をつけてくれます。以上で機能の説明は終わったのでこれらの機能の実現した手法について説明します。課長家音を生成する際の必要な条件として課長化体験が未経験である方 まあ、こ,こ,こちらにいる方ほとんどだと思うんですがその方々に使っていただくためには直感的でああるる必要があると僕は考えましたそこで人間は直感を過去の経験から構築しているということから、まあ、ある程度物理法則に沿った過剰化をすることによって未経験者ででも直感的に練習するることができるとき私は考えました運動は力学で研究され音は音響工学で研究されています。 この2つの世界をエネルギーという観点からつなげていきます運動の世界ではエネルギーは力によってもたらされその力は皆さんご存知のように MA イコール F という力学の法則から加速度から算出されます一方で音の世界では、まあ、細かいことは今回割愛しますが、えー、音量や音高が高いほどエネルギーが大きくなります したがって今回はスマートフォンに乗っている加速度センサーを利用して加速度が大きいほど音量音高が大きくなるように設計しましたつまり力を入れるべきところで高くて大きい音が鳴っているということになります過聴化する音として今回は連続音と離散音を考えました連続音は絶えず鳴っている音で離散音は何かのイベントに従って鳴る音です まず連続音では加速度ベクトルのノルムをそのまま音量音高に変換しましたまあこのような感じです <noise> さっきのハンドクラップ音がないやつですね、えー、加速度ベクトルのノルムを使用した理由としてはまあどちらの方向に動いたかという空間的な情報ももちろん重要なのですがまあ今回の目的としては時間的なリズムやタイミングというものに集中させたかったから、えー、ベクトルのノルムを使用させていただきました 次に離散音としては今回は腰にスマートフォンを装着しているためイベントとしてステップを検出しました音としてはこちらのような感じです足をつくと Y 軸方向の加速度が急激に大きくなるため Y 軸の加速度の立ち上がりを検出していますそれではいくつか課長化の例を示そうと思います いくつかこれから例が出るんですけど僕はバレーボールしかできないのでうまさは無視してみてくださいえ最初はサッカーのフリーキックです次にゴルフのスイングえ最後に野球のピッチングですこのピッチングでは腰ではなくて今度は腕にスマートフォンを固定して行ってみました ま過剰化の特性としては運動の時間的な変化が直感的にわかるという点とま運動のスピード感を体感することができます。次に楽曲の推薦についてです。楽曲にも音量や音高といった特性がありますが楽曲には同じ時間帯に様々な音高が入っているため今回は音量に着目しました。なのでステップ1として楽曲から音量を抽出します。 次に取得した音量と加速度の相互相関を取り最大となる部分を探していきます今回使用した楽曲データはクリエイティブコモンズライセンスが付いた楽曲87曲を利用しましたクリエイティブコモンズライセンスは著作物の適切な再利用を促進することを目的としていて著作者が自ら自分の著作物の再利用を許可するという意思表示が手軽に行えるようにするためのライセンスです 今回はジャメンドミュージックというサイトからクリエイティブコモンズライセンスの付いた楽曲を使用していますそれでは楽曲推薦の例ですご覧くださいまずはサッカーのフリーキックです <music> 次にゴルフのスイングです <music> 次に野球のピッチングです <music> 楽曲推薦の特性としては、まあ、面白いっていうのはまあもちろんあるんですけども瞬間的な運動における細かなリズム感っていうものはあまり表現したものっていうのは楽曲が十分にない限り見つからないのではないかなと思っています、えー、最後に採点機能です。 採点機能では2つの信号の類似度を測る手法である正規化相互相関を用いました正規化相互相関はマイナス1から1の間の値を取るように正規化されておりこの正規化によってまあ体の大きさが多少違ってもま大丈夫なようになっています機能をすべて説明しましたので次は実験について説明をします 今回は僕の母校である東邦大学附属東邦高等学校の男子バレー,ーバレーボール部の部員16名の方に実験に参加していただきました対象の運動としては先ほど見ていただいたようなバレーボーボルのススパイクステップとしましまた実験参加者の方々には4つのグループに分かれていただきました グループ A の方々には目標の映像を見るだけグループ B の方には目標の映像と自分の映像を撮影してそれを見比べて練習してもらいグループ C の方々には先ほどのように過剰化された音と自分の音を聞き比べながら練習していただきグループ D の方はそれに加えて楽曲を推薦しました。今回早稲田大学4年生の加賀優太選手に目標の収録を 手伝っていたただきました加賀選手は昨年の日本大学選手権大会で優勝し最も印象的な選手が選出される MIP 賞を受賞しています右の動画の赤枠で囲った選手が加賀雄太選手ですちょっと彼のプレーをご覧くださいレシーブをしてそのままスパイクを勝ち込むちょっと強すぎますね まあそんな彼にスパイクのステップをまあ行っていただきました、うん、彼のステップを過兆化するとこのような音になります <noise> 最後の2本のステップの部分でかなり高い音が聞こえるのが分かりますそして彼の運動に対して推薦された楽曲がこちらのようになります <noise> 実験の手順としましては練習前に計測を行い実験参加者のポテンシャルを計測しましたその後行っていただく練習方法の説明を行いその後10分ほど練習を行っていただいた後、再び計測を行いどれぐらい学習できたかを計測しましたそれでは実際の実験風景をご覧いただこうと思います目標の映像のみを見ながら練習していたグループ A では、まあ、手にスマートフォンを持ちながら、まあ、ジャンプを持って その手に持ったまましていたり今のようにフォームを意識しながら練習していることがわかります次に目標映像と実際撮影した自分の映像を比較しながら練習したグループ B の実験動画ですちょっと右上に2倍速って書いてあるんですけど実際5倍速ですえっとグループ B ではえっと自分で映像を撮影した後に目標と見比べる時間にすごく時間を取られていて 次の練習をするまでに50秒ほど映像を見たりしていました次に目標と自分の課長感を聞きながら練習したグループ C の実験風景ですこちらは聴覚を使用することによって映像に視覚を奪われずリアルタイムにフィードバックを得ることができるため多くの試行回数をこなせていますどん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 聞いて動いて聞いて動いてを繰り返しています 最後に課長課に加えて楽曲推薦を行ったグループこのようにですね彼は手でタイミングを取ろうとしており、まあ、音楽を加えることによってよりタイミングに意識を向けることができていると思います。 また練習内容の説明時に、課長課を体験していただいた時の、動画です。<laughs> 動いて <laughs> まあ、自分の好きなように、なんかいろんな音が鳴るように、楽しんでますね。 実験風景のまとめとしては聴覚フィードバックをすることでリアルタイムにフィードバックが可能になり円滑に練習ができまた自由に動くことができましたまた楽曲を推薦することによってよりリズムやタイミングに意識を向けることに成功しました次に実際にに目標に似せるこちらのようにそれぞれの手法で伸びた方もいらっしゃれば実際伸びなかったという方もいらっしゃいました。 平均的に見ると聴覚を利用したグループの方がスコアを伸ばすこととができたと言えますまた傾向としては、えー、と被験者全員をちょうど2つに分ける線というのが65点のラインでうまく引けてスコアが65点練習前のスコアが65点以下だったグループは得点が伸びやすくスコアが65点以上だったグループは得点が下がりやすいという傾向にありました。 でここで着目したいのは左のようにもともとスコアが高かった方々も、まあ、聴覚フィードバックを利用することでスコアを向上させられることができたという人たちは、まあ、ただいましたえ次に今回実験を行った後アンケートを行いましたアンケートの内容としては全てのグループの共通のアンケートとして目標と自分の動きに気づくことがあ違いに気づくことができたかまた何を改善すればよかったかえ練習を通してうまくなったと感じれたか この練習方法を続けたいと思ったかまた、えー、聴覚フィードバックをしたグループ C、D に、えー、課長化体験の感想と課長化された音の感想、えー、あ楽曲を推薦したグループ D に対しては、えー、音楽に乗りながら運動する体験の感想と推薦された音楽の感想を聞きました、えー、まず自分と目標の違いに気づけたかという質問の結果です 視覚グループ聴覚グループにか関わらず全体的にポジティブな意見がいただけました次に改善すす。べき点が分かかったかという質問の結果ですこちらも、まあ、グループともにどのグループともに提示されたフィードバックを通して自分のどこを直せばいいかというところまでは理解できなかった人が多いという傾向が出てましたですがわず、まあ、かに聴覚グループの方が優位な結果が出ていると感じる。 また次にうまくなったかという質問の結果ですが、こちらも十分という短い時間でうまくなったという実感を得られた人はそこまで多くいらっしゃいませんでした。次にこの練習方法を続けたいかという質問の結果です。視覚フィードバックも聴覚フィードバックもどちらの練習も続けたいと答えた方は多くいらっしゃいました。次にですね、聴覚フィードバックを行ったグループ C、D の過長化体験の感想の結果です。 参加者全員が面白かったと回答しましたまた自分の動きが分かりやすかったという方もいらっしゃいました一方で目標の音をうまく真似できているのか分からなかったであるとかその音を自分で実際にうまく出すのは難しかったという方はいらっしゃいました課長化された音に対しての感想としては直感的に分かりやすかったという回答が得られましたまたステップを合わせることでうまくできたという理算的な音を頼りに学習していた人も見受けられました 一方でそのステップ検出の精度に対して不満に感じた方もいらっしゃいました楽曲推薦の体験の感想としては4名中3名が面白かったと答ええー、普段とは違う観点で自分の動きを見ることができましたという回答も得ることができました次に推薦された楽曲の感想についてです今回はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付いた楽曲しか利用できなかったため 実験参加者が知らない曲で練習をしておりまあ練習しているうちに分かってくる子やまあもっと有名な曲が良かったなとかタイミング取りにくかったと回答した方がいらっしゃいましたしかしこの少しタイミングが取りづらかったと回答した子もまあ練習後の計測ではしっかりスコアが2.86点上がってました次に四角グループである A B の方にまあ自由回答で感じたことを答えていただきました えと目標との違いに自分で気づくのが難しかったという人は、まあ、具体的にどうすればいいのか分からなかったという回答が得られました一方で、えー、聴覚フィードバックを受けたグループ CD では、まあ、リズム感がないのでやりにくかったということと、えー、あこの子は先ほど2.86点向上した子なんですけども、えーまあ、他には難しかったという意見 いや、まあ、初めてだったのでその後のスパイク練習でちょっと自分が下手になったように感じてしまったという子がいたんですけど、まあ、この子はまあ何回かやればうまくできそうなのでまたやってみたいですと答えていただきました、えー、他にも自分の音を録音してまあ聞きたいなという人と練習後のスパイク練習でもうすでに自分いつもと違う感覚を感じていた子もいました。 まあこちらの傾向としては聴覚フィードバックを経験したことのある子はまあ実際にはいなくてまあ若干ですが慣れるのに時間がかかるのではないかなと思います実験の結果のまとめとしてこれまでと違った視点を与えることができましたまた多くの実験参加者が面白いと言っていただきまあ一方で個人差が大きく出ましたこちらについてはまあ聴覚フィードバックに慣れてもらうか電気刺激でリズム感をまず養ってほしいと思います え、私の反省点としてはまあ、自分のスタイルとあこの実験のスコアが落ちてしまった。人の傾向としてまあ、自分のスタイルとその目標のスタイルが衝突してしまったということ。その聴覚グループの子は、視覚グループの子よりも効率的に練習したが、ゆえに10分間ジャンプした量がすごく多くて疲労が蓄積しました。その結果まあ、なんですかね？これの原因って、結局短期的な実験であったために現れた傾向だと思っているので。 今後はもう少し長期的な実験を行っってていいいきたいと思っていますまた僕も同じようにちょっと練習してみましたので、まあ、どのように音がその練習前と後で変化するのかをちょっと聞いてくださいまず目標の音先ほど言ったように最後の2歩のスピードめちゃめちゃ速いですねで僕が練習する前のビフォーの動画 まままあまあまあそれなりにできてるかなと思うんですけど音の揺れとかが結構あってそれは体幹がぶれているからかなとは僕は考察していますでそれに対して練習後皆さん感じられたですかね、まあ、若干音が違う質が違うなってことは感じられたと思いますこのようなえっとフィードバックをリアルタイムに受けることができます 今回開発したリズモの使いどころを説明します。助教長段階の人には、まあ、課長化に加えて楽曲推薦を行うことで、まあ、大雑把でも良いので、音楽に乗るだけで無意識的に成功体験を得ることができると思っています。成、え、正、ー、調段階の人には、まあ、今度は楽曲を使わないで、課長感をより注意深く聞きながら練習すると、まあ、体の感覚的な使い方である体制感覚ということものを養うことができると思います。 またまあ最高成長段階の人であっても自分のベストな状態を収録しておいてそのベストな状態をコンスタントに引き出せるのかというものを確認するために使用できると思っていますえ今後の方針ですえ今後はクラウド音楽サービスと連携することでまあ楽曲の事前処理を、えー、減らしたいと思っていますまた、えー、目標の運動から新しい楽曲自体を生成することでまあ楽曲をわざわざ検索しなくてもまあその運動に合った楽曲を推薦できると思っています またはメニューの共有機能を実装することで、まあ、友達間や先生がまあ生徒にメニューを配布するってことはできるようになっていると思っていてまた今は初期メニューが収録したバレーボールのスパイクステップしかないんですけども、まあ、今後はもっといろんなスポーツのプロの方に動きを収録して身の回りにに上手いいいい人がななくても大丈夫な環境にしたいと思います今後に期待することとしては、まあ、中学生高校生が メニューをお互いに共有し合って高め合っていってほしいとまた指導教員の方にも導入していただいて新しい指導方法を確立していただければなと思っています最後に今回のプロジェクトにご協力いただいた方々にこの場を借りて感謝を述べさせていただきますありがとうございました以上です